者数が45万人を超えている YouTuber として活動している唯一の猫なんじゃ。せっかくだから50万人を突破したいにゃ。猫先生もっと鍛えるにゃ。腹筋を6つに割って美貌でファンを増やすにゃ。申し遅れたにゃ。好きなものは体育と白いご飯。猫先生でにゃーる。よろしくにゃ。早速一つ目のニュースにゃ。猫より強いやつに会いに行く。2022年9月15日から9月29日10時59分までストリートファイター5チャンピオンエディションとにゃんこ大戦争コラボイベント開催にゃ。新キャラ追加のコラボガチャはブルーチーム、レッドチームの2種類登場するにゃ。前回コラボイベントで登場したキャラクターはもちろん、ブルーチームに超激レアさくら、レッドチームに超激レアルークが新たに参戦にゃ。超激レアさくらは属性を持つ敵に超ダメージを与える全方位攻撃を繰り出すにゃ。多段ヒットするクリティカルアーツで広範囲の敵を一掃にゃ。超激レアルークは属性を持つ敵にめっぽう強いにゃ。すべての属性を持つ敵に滅法強く、ごくたまにシールドブレイカーや渾身の一撃を繰り出すにゃ。フラッシュナックルを強敵に叩き込むにゃ。シークレットなあの剣を極めし者はどちらのガチャからも登場するにゃ。ちなみに猫先生は鰹節を極めし者の称号を持っているにゃ。コラボステージストリートファイターイージーノーマルハードでは報酬が復活しているにゃ。またクリアすることでコラボ限定キャラ猫竜がごく稀に手に入るにゃ。コラボステージニューチャレンジャー、難易度にかかわらず4人の挑戦者を倒すとさらなる強敵が出現するにゃ。謎の強敵に勝利すれば限定キャラゲットのチャンスにゃ。さらに強敵のステージをすべてクリアすると猫道場俺より強いやつに会いに行くステージや限定キャラがゲットできるログインスタンプキャンペーンなど、詳しくはゲーム内のお知らせをチェックにゃ。ストリートファイターの歴史はとっても長いにゃ。猫先生もゲームセンターに通って昇竜拳のコマンドを何度も練習したにゃ。トリビニャ。人生に全く必要のない知識でもつい友達に教えたくなってしまうようなにゃんこ雑学トリビニャ。知ってるようで知らないかもしれないにゃんこ大戦争の雑学や攻略のヒントをどしどし発信していくにゃ。今回投稿してくれたのは島風也さん。モネコは進化するほど下にいる猫が多い。モネコは進化するごとに衣装やステージが大きくなっていくにゃ。重量が増すので縁の下の猫たちの数が増えていくにゃ。今回のトリビニャは超激兵。モネコは敵に倒された時猫たちとは別のエフェクトが発生するにゃ。猫先生は進化するほど脂肪が多くなっていくにゃ。誰か猫先生の進化を止めてほしいにゃ。にゃんこ TV では皆様からのお便りやコメントを募集しているにゃ。トリビニャやこの番組へのご意見ご要望どしどし待っているにゃ。お便りは動画概要欄にあるフォームから送信することができるにゃ。
次回もお見逃しなくにゃ。チャンネルを登録してにゃ。竜巻旋風にゃ。